速稼塾の久保です。こんばんは。ビジネスを志しているんだけども、なかなか売上が上がらないとかね、なかなか見通しが立たない、ましてやですね、独立して毎月30万とか50万とか100万みたいな月収っていうのがどうしても見えてこないと、どうしてもね見えてこなくて自信もなくなってきたんで、行動のエネルギーが落ちちゃったみたいなことがあると思うんですけども、それは何で起きるのか、そしてどうしていつまで経っても稼げないのかってことを今日はね、端的にお答えしようと思います。まあ結論から言いますとですね、人に物を売ってないからなんですよ。そうなんですよ。稼げてないって人を捕まえてね、これ買わないとか言ってるかなってことなんですよ。で、誰に売るかってことを決めてますかってことなんですよ。誰に売るか、いつ売るか、いくらで売るか、この3つを決めていて売れないってことはないんですよね。なぜなら誰に売るかっていうところなんですけども、その誰っていうものが A さんだとしましょう。 A さんの困っているものに、 A さんのお困りごとの解決する商品を持っていけば、これ売れるんじゃないかなと思うんですよ。だからそういうふうにしてですね、発信することばっかり一生懸命になって、受け取る人のことを考えなければ、それは売れませんよねってことになってきます。まあ、ですんでね、ビジネスで売り上げが上がらない人っていうのは、そこをちょっと気をつけてもらいたいと思います。誰に売るのか決めてますかってこと、いつ売るのかって決めてますかってことですね。そしていくらで売るのか決めてますかってことですよね。それに、類する商品っていうのは、この3つが決まってから探しに行くということになります。それですね、ビジネスを志す人で YouTube をやったりとかね、それから FX をやったりすること、これ私もお勧めしてるんですけども、肝心なのは、例えば YouTube をやってる先に、その YouTube の視聴者さんに何を売るかってことを決めながらやってるかってことなんですよ。 YouTube で売り上げを上げようと思ったら、もちろんね、広告収入ってのがあると思うんですけども、広告収入を取ろうと思ったら、チャンネル登録者数が1000人とか、総再生時間が4000時間とかね、これを攻略しないといけないんですよ。ってことは、そこに行くまではむちゃくちゃ作業があるってことは覚悟しなければなりませんよね。でもチャンネル登録者数が100人前後とかね、総再生時間が、1000人も満たないよって方でも、きちんとね、月収100万っていうのは立てることができるんですよ。それはどういうことかっていうと、YouTube の視聴者さんに商品を売っていくってことです。そうなるとですね、 YouTube の視聴者さんが何に困っていて、どんなものだったらお金を出すかってことを正確につかまなければなりませんよね。でもそんなにうまくね、人がお金を払って物を買いますかっていうような疑問起きると思うんですけども、冷静に考えてください。人間って生きてる限り、毎日誰かにお金を払って、毎日誰かから商品を買ってるんですよ。それ冷静に考えたらね、本当そうだなって思えるんですよ。だからその誰にお金を払って誰かのものを買ってるかを、自分にお金を払って自分が商品を売る立場になればいい話なんですよね。世の中は商品にあふれ返ってます。サービスにあふれ返ってます。ただ単に自分が選ばれてないだけということで、売り上げは誰かがかっさらっていってるんですよね。でそれを自分から売り上げを、自分からね、商品を買ってもらえるように矛先を変えていくだけなんですよ。もうすでに新規の商品ってのはもうありませんので、今皆さんがお使いの消費サービス、こういったものを自分にどのように振り向けるか、その手段として YouTube をやってるってことだったら分かるんですけども、なんとなく楽しいからやっている、その先に売り上げは立たないんですよね。明確に誰に何をいくらで売るか、これを決めていかないと売り上げは立ちようがありませんので、例えばですね、明日にでも誰かにこれを売ってみようかなっていうふうに思い続けられるかってことなんですよ。さあ最初の疑問です。行動してもしても、凡事徹底しても売り上げを立てられるかどうか自信がなくなってきたっていう方、なんで自信がないかっていうと、今日までに売り上げが立ってないからだと思うんですよ。じゃあですね、例えば私の話になりますけど、私ネットビジネスと言われるものを始めて、最初の35日で80万の現金を稼いだんですよね。やめる気になりますかね。ね、モチベーション上げないとできないですかね。そんなことないですよね。じゃあ何を売ったかっていうことなんですけども、自己アフィリエイトの方法を、売上を立てるまで、2万円以上の売上が立てるまで私が指導しますってものを19,800円で売ったんですよ。ここまで言ってるのに、これをやる人すらさえいないんですよ。いや、やりましょうよって話ですよね。どうしても売上が欲しいんだったら。で、もっともっと大きな売上を取るための戦略ってのはその次ですね。私が自己アフィリエイトを売って、1人に対して19,800円もらって、最初の35日で80万稼いだよって言ったら、いや、そういうんじゃなくて、月収100万が継続的にイメージできるものはいいんです、みたいなことを言う人がいますけども、それは次の話です。まずは100円のものや1000円のものを人に売ってみてください。しかもそれを毎日にするんですよ。当たり前のように毎日商品を売る、毎日売り上げを立てる、その先にしか、モチベーションというのはないんですよね。この辺はね、もう包み隠さずお話ししますけども、どのように感じたか、またね、明日別の動画で、皆さんお会いしましょう。ちょっと厳しいことを言うかもしれませんけどね、よろしくお願いします。では失礼します。